ラウルレースこと、ルイス・エドガー・デビア、シルバ・ラウル・レジェスこと、ルイス・エドガル・デビア・シルバは、コロンビア革命軍の幹部、コロンビア革命軍南部地区の広報官兼コ顧問、コロンビアのウイラ県ラプラタ生まれ、かけた県のネッスレの牛乳工場の労働者として、組合活動に参加し、マルクス主義の活動家となった。ファークのメンバーになって、以降、レジェスは、ファークの コカイン取引の拡大を提唱し、数千トンものコカインの生産、製造、米国など世界への分配を含むファークのコカイン政策を決定し、米国務省とコロンビア政府から起訴されていた。また不法麻薬取引への課税についても起訴され、米国務省から情報提供者に500万ドルの賞金がかけられていた。レジェスはファークの執行部で、 マヌエル・マル・ランダに次ぐ地位にあると見られていた。レジェスは、コロンビア南部、特に、エクアドル国境に近いプトゥマ予見で活動していると言われていた。2006年末に、コロンビア大統領、アルバロ・ウリベは、レジェスのエクアドル滞在の可能性を示唆していたが、エクアドル当局はこれを否定していた。コロンビア軍のヘルマン・ガルビス将軍も、同じ主張をしていた。 レジェスは2008年3月1日のコロンビア軍の作戦でプトゥマヨ側のエクアドル側で野営しているところを爆撃され殺害された。59歳没。攻撃開始時刻は0時25分であった。コロンビア政府はレジェスら17人の殺害地点がエクアドル領内 1.8km であることを把握していた。殺害後、死体は捜索され、 コロンビア領に持ち去られた。エクアドル当局によると攻撃は、エクアドル領内 3km の地点で行われ、戦闘機が、領内 10km まで侵入後北上して攻撃し、ヘリコプターで輸送された兵士がそれに加わった。死者は20名で遺体の中には、背後から撃たれたものもあった。エクアドル大統領、ラファエル・コレアは、 領空審判として抗議し、襲撃を虐殺であるとして、コロンビア大使館を閉鎖し、国境に兵を配備し、負傷者を救助した。ベネスエラ大統領ウゴチャベスは、殺害を、卑怯な殺人だと非難し、同様に、大使召喚、国境に十個大隊を配備し、ベネスエラで、同様の行為を行えば、戦争となると警告した。ウリベは、テロとの戦いなどの名義で、 米国政府より多額の援助を受けており、ウリベの報道官はこれに対しレジェスの遺品から、コレア大統領との関係を示す証拠が見つかったとしている。ありがとうございます。